イーモン・サリバンは、オーストラリア、西オーストラリア州、パース生まれの男子競泳選手。身長189センチメートル、体重78キログラム。50メートル自由型と100メートル自由型の元世界、記録保持者。2004年、アテネ五輪に出場し、初めて国際大会の舞台を経験する。ただし、個人種目での出場はなく、四 x 百メートル、 フリーリレーのメンバーとしての出場だった。ちなみに、オーストラリアチームは6位だった。2005年、国内の選考会で敗れたため、世界水泳モントリオール大会には出場することができなかった。2006年、コモンウェルスゲームに出場し、50m 自由型と 100m 自由型で5位に入場し、オーストラリアチームの 4x100m フリーリレーでの2位。 4X100 メートルメドレーリレーでの優勝に貢献する。2007年国際舞台で頭角を表すことになる。世界水泳メルボルン大会では50メートル自由型と 4X100 メートルフリーリレーで5位入場し、100メートル自由型で銅メダル 4X100 メートルメドレーリレーで金メダルを獲得する。4X100 メートルメドレーリレーでは 絶対的な本命だったアメリカチームが予選で引き継ぎ違反をして失格となったため日本チームとのデッドヒートとなった。細川大輔とのアンカー対決を制し地元オーストラリアに歓喜をもたらした。2008年2月17日50メートル自由型においてアレクサンドル・ポポフの持つ男子競泳で最古の世界記録を8年ぶりに更新する。 3月23日、フランスのアラン・ベルナールがこの記録を更新するが、同27日、オーストラリアの選考会においてサリバンは21秒41をマークし、再び世界記録保持者となる。翌28日には21秒28にまで記録を伸ばす。さらに、同選考会では、 ベルナールの持つ100メートル自由型の世界記録に0.02秒と迫る47秒52をマークする。ベルナールの世界記録も8年ぶりにピーター・ハンデン、方変バンドの記録を更新したもので、長く破られなかった記録が複数の選手によって大きく更新されたこと、本来ならあまりタイムの出ない春先から世界記録が続出したことで、この頃からスピード車のレーザーレーサーが 話題になる。もちろん、サリバンもベルナールもレーザーレーサーを着用していた。迎えた北京五輪本番 4X100 メートルフリーリレーにおいて第一 A 社で47秒24をマークし、100メートル自由型でも世界記録保持者となる。100メートル自由型の準決勝一組において、ベルナールが47秒20をマークするものの、サリバンは、 同二組で47秒05をマークし世界記録を奪い返す。しかし、決勝ではベルナールにわずかな差で敗れ、銀メダルに終わる。これで気落ちしたのか、50メートル自由形では6位に終わる。最終日の 4X100 メートルメドレーリレーでは、アンカーとしてオーストラリアチームの銀メダルに貢献した。 2009年4月に行われたフランス選手権で50メートル100メートル自由型ともにサリバンの持つ世界記録が破られた。しかし100メートルについては着用していた水着が FINA の承認を得られず記録が未公認となったたが後に世界選手権でブラジルの選手に100メートルの記録を更新されサリバンの世界記録はなくなった。ありがとうございます。